猫くんはお疲れ。もう二度と帰ってこないでください。フォートナイト界隈の評判が下がります。なので本当に邪魔なんで、マジで帰ってこないでほしいです。新世界の怪物ポコエフロンだということで、今回は、猫くんがね逮捕された件について話していこうと思います。その前にね、僕がフォートナイト実況者になったね理由っていうのをちょっと話したいんですけど、ちょっとカッコつけたいから。まあそんなね、冗談はさておき、猫くん逮捕、おめでとうございます。猫くんが逮捕されたっていうことは、ミスタークランもね、ほぼ、壊滅状態ということで。で、ミスタークランの、評判も下がりますし、猫くんが今まで、いろんなことをやってきたと思いますけど、そういうのもね、すべて白紙になります。今までの努力はすべて水の泡になりました。ありがとうございます。僕たち実況者にね、すっごい貴重なネタをね、提供してくれてありがとうございます。で、そこでなんですけど、猫くんがね、カッコつけでね、ちょっとやってしまったと言っていたんですが、とてもダサいですね。ダサすぎてちょっと救えないなっていう感じなんですけども。でも、僕の一つの意見としては、僕がね、猫くんを別にかばうわけではないんですけど、猫くんってさ、動画投稿めっちゃ頑張ってたけど、急に頑張んなくなったり。で、また頑張って。で、また頑張んなくなったり。で、また頑張って頑張んなくなったりみたいな感じになってたから、猫くんで鬱なんじゃないかなって俺ずっと思ってたのね。で、猫くんで結構鬱っぽい症状なのかわかんないけど、精神的に弱いのか、何なのかわかんないけど、多分躁鬱とかそっち系のね、鬱病だと思うんですよ。わかんないですけど。僕は勝手に予想してたんですね、結構前に。そういうのもあるから、良くないものに手を出してしまったのはあれなんですけど、それもあって、今生きてるっていうのであれば、死ぬこと以外はかすり傷なんで、これもかすり傷なのかなと思います。死ぬこと以外はかすり傷っていうのはね、僕の大好きなコウっていうラッパーがいるんですけど、その方の言葉をね、借りてる状態なんですけども、本当にその通りで、死ぬこと以外はかすり傷なんですよ。なので、正直ね、こんなのかすり傷なのかなと思います。お母さんとか、そういうご両親もそうだけど、兄弟もそうだけど、確かに悲しんでるかもしれないけども、僕たちがね、どうこうね、言う話でもないと思うんですよ、正直。僕たち部外者がね、ワーキャーワーキャー騒ぐような話でもないんですよ。僕はね、ワーキャーワーキャー騒ぐ予定なんですけども、他の人はね、そんな騒がなくても大丈夫だと思います。他の人がワーキャー騒いだところで影響力ないんで、誰も見てもらえないんでね、お疲れ様さんって感じなんですけど、僕はね、YouTube もやってますし、それなりに影響力あるんで、この動画もね、何人か見てもらえてると思うんですけど、自分の意見を結構話せるんで、 YouTube っていうのはいいのかなと僕は勝手に思ってます。なのでね、僕はワーキャーワーキャー言わせていただきます。猫くんごめんなさい、謝らせてください、先にね。はい、動画のネタにね、いっぱい使わせていただきます。僕もね、 YouTube ね、カッコつけのためにやってるんで、猫くんと似たようなもんです。なんでほぼほぼ変わりないかなと思います。で、逮捕された理由があまりにもダサすぎて本当にヤバいんだよね。そこだけはちょっと救えないなと思った。もっと言い訳じゃないけど、もっといいのなかったんかなみたいな。すごいいろんなプレッシャーとかに抑えられてやってしまったとか、そっちの方が良かったじゃん。なんで猫くんカッコつけてとか、そんななんかわけのわかんないこと言っちゃったの？もったいなくね？自分の価値を下げてる感じするよね。カッコつけてやっちゃいましたみたいな。いや、もう精神的にもきつくて結構プレッシャーで、そんな時に勧められて買っちゃったんだよねとかだったらまだわかるけど、そういうんじゃなくて、ただただカッコつけてみたいな。ダサすぎるかな？さすがに。猫くんはさ、これからどうなるかわかんないけども、ツイッター上とかでもさ、すごいいじられてるから、戻ってきた時に、大変だと思うんだよね。かなりいじられるとは思うよ。特に俺はめちゃめちゃいじる予定ではあるけどさ、戻ってくるんだったら。でもそれに耐えられるかどうかっていうのも大事だよね。これはね、自分が犯してしまった罪なので、しょうがないなと。猫くんも受け止めてもらいたいなと思います。一つ俺ね、疑問なことが一つあるんよ。キャプテン翔太ね。キャプテン翔太ってさ、猫くんと一緒に住んでたわけじゃん。あとパンダとか。気づかなかったのかなっていうか。僕の話なんですけど、僕フィリピン行ったことあって、そういうね、結構昔なんですけどね。フィリピンとか行ったことあって、匂いでわかるんですよ。あれって。ほんと匂いが全然違うんで、腐ってなるんで。本当にね、匂いでわかるんで、気づかなかったのかな、キャプテンとか。その、編集者のパンダとか、弟もそうだけど。会うたびに、ちょっと匂いで気づかないんかな、みたいな。隠れてやってた可能性もあるんで、家では絶対しないで、みたいな感じの可能性もあって、どっか別の、自分だけの場所でやっていた可能性もあるんで、なんとも言えないですけど、キャプテンとか一緒に住んでたから、さすがに気づくんじゃないかな、匂いでね。いや、僕だったら絶対匂いで気づきますよ。
なんで絶対わかると思うんですけど、なんでわかんないのかなみたいな。まあキャプテンとかはアメリカに住んでたから、まああっちは合法じゃないですか。だから別にね、そこまであんまり騒ぐ必要ないのかなとか、キャプテンからしたら別に普通のことっていう感じになるかもしれないけども、まあ、日本だとやっぱそれがねダメになっちゃうんで、また話は変わってくると。まあ日本も OK になってくれればいいんだけどね、個人的には OK にしてもらいたいけどさ、まあそんなこと言ってもね、僕一人の意見でどうこう変わるわけじゃないんで、まあしょうがないんですけど、キャプテンは気づいていたけど黙っていた。でもし仮にキャプテンが黙っていたとしたら、まあキャプテンも悪いけど何かしら深い理由がある可能性もある。それこそ猫くんが精神的に病んでるとか、まあちょっと躁うつ状態とかうつ状態でうつ病に近いね状態になっているから、わざわざ黙っていたっていう可能性もある。でも猫くんがうつ病だったと公表することは多分ほとんどの確率でないね。本人以外が言うっていうのはちょっとあまりにも失礼すぎるので、本人の口から言うんだったらまだわかるけど、本人以外の口から言ってしまうとそれがねさらに進行してしまう可能性もあるので、誰も言わないとは思いますけども、まあ、猫くんが帰ってきた時にね、帰ってきて1本目の動画ってめっちゃ気になるよね。どんな動画撮られるのかな。マジでね、なんか帰ってきて一発目の動画が早く見たい。もうなんでそれをね見たいかっていうとね、面白そうだからです。あとね、猫くんがね結構前にチート疑惑のプロ選手についてみたいな感じで挙げてたけど、もうこっちは全部分かってっからみたいな、普通に競技でやってるのとかもう分かってっからとか言われてたけど、猫くんチートなんてまだ可愛いよ。ああソフトエムなんてまだ可愛い方。猫くんあなた逮捕。うん。レベルが違う。チートの疑いについてとか。もうなんかもうそんなこと。言うな！猫くんは逮捕。はい。すいません。逮捕です。そのこと言ってる場合じゃないよという話です。なんでこんなことになったの？なんでこんなダサいことするの？本当に猫くんはもう、やばい。何がしたい？ねえ、あんなに有名でさ、あんだけキッズに慕われてたあの人がさ、ねえ、親からもクレーム来そうだよね。子供にさ、悪影響を与えてるみたいな。そんな風に絶対言われると思うよ。間違いなく悪影響だとは思うからね。正直大人になったらみんななんかそこら辺の境目とかね、まあそういうのはね、いろいろまた学んでいくとは思いますけども。まあ子供のうちから知っとく必要性はないかなというね、いうような内容なんで、まさに。本当に、やらかしって感じ。でね、僕今ちょっと酔っ払って喋ってるんで、まあ、ちょっとね、何言ってるか分かんない部分ももしかしたらあるかもしれません。もう僕もね、編集しながら、まあ、こいつ俺何言ってんだろうみたいな思っても、まあそのまま流す予定です。はい。まあ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 、猫くんは、お疲れ。もう二度と帰ってこないでください。フォートナイト界隈の評判が下がります。なので、本当に邪魔なんで。マジで帰ってこないでほしいです。なんかフォートナイトがどうとかとか、今までのなんか歴史を築いてきたとか言うかもしれませんけども、今までの歴史を築いてきたから何ですか？本当に。関係ないんですよ、歴史なんて。正直その歴史が覆るぐらいのことをあなたはしてるんで、本当に戻ってこないでほしいなと僕は思います。なので、マジで帰ってこないでください。さよなら、お疲れ。今までありがとうございました。僕は何も関わりもありませんし、何にもないし、僕よりもね、登録者低い人とあなたは絡んでるようですけど、まあ僕とはね、全然絡まないしね。猫くんがね、なんかたまたま僕の動画をね昔ね見てた時があって、猫くんがね僕の動画を見たのがね、あのスイッチでマクロを使う方法という動画をね猫くん見てましたけども、あの時もね見るだけ見てね僕のことは紹介してなかったんで、ね、つくづくね僕とはね関わりたくないのかなーっていう感じで思いました。なので僕は猫くんを救うことはありません。そしてね、まあこんなに嬉しいことはないね。僕ね、人の不幸は蜜の味だと思ってて、僕は人が不幸になったら結構蜜の味なんで結構嬉しいんですよ。仮にね、もし僕が不幸になった時はみんな笑ってください。そしてみんな蜜のね、味をね、感じてください。はい、そんな感じで、猫くんお疲れ様でした。バイバイ。さよなら。二度と会うことはないね。